シンガポールの物価と見どころをお届け。食べて、寝て、食べて、観光。1カ国目、スタート。おはようございます。シンガポール到着、ついに世界一周始まりました。チャンギ空港といえばこのジュエルなんだけど、朝早すぎて全然まだやってなさそうです。このジュエルなんだけど1400億円ぐらいかかって作ったらしいです。あれがさっきのジュエルだけど、結構ここから歩きます。15分ぐらい歩いて、まずはターミナル2へ移動してから中心街に向かおうと思います。中心地へはこのテナメラというところから行こうと思うので、まずここから乗っていこうと思います。シンガポールはスイカとかなく、タッチ決済で行けるみたいなので行ってみようと思います。お、行けました。本日の宿、アロフトノベア到着。意外と簡素だけど綺麗な宿だな。アメニティもしっかりしてるみたいで、コーヒーだったり、あとはワイン冷やせるやつ、そしてなんか怪しげなドリンクもついてました。バスルームもすごく綺麗だなと。水圧も OK です。シャワーの水圧は実際どうなんでしょうか。OK です。Wi-Fi の速度は爆速。シンガポールに着いて荷物だけホテルに置いてチェックインを終えたので、ここからメインのマーライオンとか見に行こうと思います。こういうところを見ると、シンガポール日本食いっぱいありそうだなっていうのは感じます。30度超えてるところでクリスマスサンタがいるのは変な感じがするな。事前に調べた感じだと145に乗ればいいということで、あれに乗って中心街まで行こうと思います。バスも交通機関全部クレカで乗れるのはマジですごいね。シンガポールは全体的にめっちゃ綺麗だけど、川だけは汚い。今日のランチ、ソンファバク邸に着きました。ここでランチを食べるのが今日の一番の目的です。時間あるので並ぼうと思います。15分待ちです。ソンファバク邸の店内はこんな感じになっています。オーダーはこちらの紙でやって、今回頼むものはこうやって頼んでいきます。33ドル注文します。みんなが頼んでる野菜とソンファバク邸名物と、うまそう。確認いただきちゃいます。名物のソンファバク邸いただきます。Thank you. ガクガク言っててうまいわ。いくらでもおかわり自由らしいです。ポークスープがうますぎた。ごちそうさまです。ソンファバク邸本当にうまかったので、ぜひ来てみてください。やっと到着。シンガポールといえばマーライオン。マーライオンの先にマリーナベイサウンズもあります。なんだかんだ来るとシンガポール味わえて楽しいです。マーライオンの周りの密集度が半端ないです。ただでさえ暑いのにめっちゃ暑いです。マーライオンからマリーナベイサウンズ行こうと思って歩いてるんですけど、結構遠いです。19分ぐらいかかるらしいんで、このまま歩いていこうと思います。マリーナベイサウンズ間近に来ると迫力がすごい大きい。中はこんな感じでゴージャスになっていて、中にはゴンドラも走っているみたいです。こんな感じでフロアが分かれているようです。かなり雨が降ってきたので今日は早いですが、
ホテルに帰ろうと思います。ダウンタウンラインワイズで入場。雨ということで早めのホテルに到着です。ただいま。一旦ホテルで休憩したので夜ご飯だけナイトマーケットで食べてこようと思います。ナイトマーケットが現金しか使えなかったということでクレカが使えるホテルの近くのショッピングモール来ました。夕飯食べてきます。フードフェアに来ました。ショッピングモールに来てタイ料理食べます。うまそうなパッタイ、いただきます。うん、おいしい。うん、パッタイもうまい。かぼすをかけたことによりパッタイも酸味が出てめちゃくちゃおいしい。おいしくいただきました。ごちそうさまです。無事宿に帰ってきました。この後は若干編集して、そして明日に備えて早めに寝ようと思います。おはようございます。ホテルから10分ほど歩いた場所にある公園で運動がてら散歩してます。朝食のレストランルームはこんな感じです。バイキングだとついつい取りすぎちゃう。ソンフバクテリーも食べたこのスープの麺、この麺とスープが本当に美味しい。美味しくいただきました。ごちそうさまです。バスに乗りました。なぜか野生の鶏いるんだけど、こいつ引かれないのか、大丈夫なのかな。いった、本当にすごい、行きました。ボタニカルガーデン楽しかったけどキリがないので一旦切り上げてハイパービラこれから向かおうと思います。今日もワイズで電車行こうと思います。サークルライン乗ります。地下鉄が安すぎてこの駅からハイパービラ向かおうと思います。落ちちゃいそうな形のマンションかホテル、すごいなこれは。 IKEA 到着。シンガポールの建物は全部落ちそうなくらい危うい作りになっているのが多いです。日本と違うのか見てこようと思います。 IKEA 涼しい、何より涼しいということで涼まってからご飯食べに行こうと思います。一旦は涼しむに専念します。 IKEA 十分楽しんだので、涼んだので次はチャイナタウンに行こうと思います。チャイナタウン到着。向こうにめちゃくちゃ人いるんで、あそこでランチを食べてこようと思います。日本でピンつけてたところ入ります。なかなか強みの接客です。 Google マップのレビューがめちゃくちゃいいので美味しいことを期待して入店しました。チンジャオロースみたいなご飯ライスとセットで頼みました。いただきます。見た目より辛くなくてスーラータンメンみたいなような味がします。店員さんに辛いよと注意されたけど、そこまで辛くない四川担々麺。炊き餃子来ました。日本の餃子と比べて両面焼かれてる焼き餃子美味しいです。美味しくいただきました。ごちそうさまです。パクチーだけすいません、少し残ってます。チャイナタウンの街並みは
レトロな感じですごく綺麗ですね。外国の方も多分いっぱい来てる感じがします。めちゃくちゃ中国っぽい店に入ってみます。絞りたてのオレンジジュースいただきます。あー、うまいけどぬるい。この後はガーデンズバイゼメイに行くんですけど、夜行こうと思うのでそれまで一旦マックかなんかで休憩して明日の予定とか立てようと思います。マックで1時間ほど休憩したので、ここからガーデンズバイスベイとか向かっていこうと思います。にしてもエニタイム結構シンガポールあります。このマンションベランダから棒が出てると思ったら、棒の先に洗濯物結構干してます。シンガポール流かなこれ。この短い橋を渡ってる間になんとスコールが降っていて大雨です。マリーナベイサウンズも行こうと思ったんだけども、一旦ここで雨宿りしようと思います。今からガーデンズバイザベイに向かおうと思います。マリーナベイサウンズで雨宿りしてたんですけど、もう雨は止まないということで雨の中行ってこようと思います。ガーデンズバイザベイの近くまで来ました。この雨でなかなかもっと近くまで行こうか迷っているところです。つわものたちはガーデンズバイザベイに向かってますが、一旦中断してます。さっきまでの雨は一旦止み始め、向こう側に見えるのはシンガポール海峡です。雨が上がり、ガーデンズバイザベイの見どころ、ツリーの下に来ました。この2日間でシンガポールの天気は本当によく変わるなというのを実感しました。さっきのツリーが本物かと思ってたけど、こっちの方がでかい気がするな。なんかちょっとわからないんですけど、このままここは諦めてカニ食べてきます。さっきまでの雨の時には気づかなかったけど、意外とこの橋マリーナベイサウンズ全部見えて綺麗な場所だったんだ。やっぱ天気によって全然違うんだなと思いますね。ダウンタウンラインに乗ってチリクラブの食べに行こうと思います。チリクラブの食べに行くたびにフォートカンニングの駅に到着しました。シンガポール、都会を感じるネオン。向こうにあるリバーサイドポイントでチリクラブ食べてこようと思います。有名なジャンボシーフード到着。これからチリクラブを食べようと思います。やっとチリクラブに出会いました。ちょっと待ってたからみんな。お、いけそう。いただきます。カニがプリプリしててうまい。ソースもちょっと辛めで味が最高です。卵チャーハンも来ました。チャーハンいただきます。うまい。空心菜も来ました。空心菜、ニンニクがだいぶ効いててうまい。チリクラブのソースは辛いというよりもどっちかというと甘めなソースになってます。美味しくいただきました。ごちそうさまです。今日も145に乗って帰ろうと思います。無事ホテルに着きました。お疲れ様です。